プロ野球千葉ロッテマリーンズから育成5位で指名された会津北嶺高校の富山幸之進選手に球団関係者が挨拶に訪れました。会津北嶺高校の捕手富山幸之進選手は肩の強さとスローイングの正確さが武器で、今年のプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから育成5位で指名を受けました。高校には今日球団関係者が指名の挨拶に訪れました。会津地域の高校からドラフト指名を受けるのは55年ぶりで、会津若松市内の高校では初めてです。体を鍛えながら、プロの世界でいろいろ配球であったり、学ぶところはすごくたくさんあると思うので、野球選手として一軍の戦力として頑張ってくれることを祈ってます。体を大きくして、で、同時にやっぱり技術も磨いて、より早く、支配下を勝ち取れるように頑張っていきたいなと思います。富山選手には吉井監督のサイン入りのボールなどが手渡されました。富山選手は今月中に球団と契約を結び、来月にも入団発表する予定です。